はい、レオンチャンネルです。仮面ライダーレジェンドとか、あとギーツニラムのスピンオフ、ライダーサイドストーリー系がいろいろと情報解禁来てますので確認しましょう。もう仮面ライダーレジェンドに関してはディケイドだろうとか、かぐや司復活みたいな感じで僕も色めき立っておりましたが、違うらしい。今日変身者について新情報があり、それがこれよ。誰？新キャラだ。だけど完全にやっぱディケイドライバーがベースになってる。意外だったかも。 PV も公開され、ゴージャスなセレブが豪華な仮面ライダーに変身するみたいな、そんな感じっぽいんだけど。とりあえず全くの新キャラの鳳凰だよね。鳳凰かぐやクォーツっていうキャラが変身するって。でもディケイドライバーがベースになってるアイテムを持つってことで、何か角や司と関係あるのかな。そしてやっぱディケイドライバー同様に左右のトリガーを展開することで真ん中がくるっと回転するんでしょう。ただ回転してトリガーを引いた状態がベルト完成で、そこがディケイドと違うんだ。標準がこのねバックル部分が横になってて、でトリガーを左右に引くことでここが縦になってオープンすると。で仮面ライダーレジェンドもがっつり姿が現れましたが、ベルトもここがオープンされてる状態で、横にはバルバラドローバックルだよね。バルバラドのバックルが左右についているように見える。多分柄は違うけど、だからあれか、クリップ式で他のベルトにはめられるようになってたのかな。ただやっぱり鮮明なビジュアルが解禁された後も、まあベースとしてはディケイド、向かって左側バーコード、左側バーコード、右側バーコードで、あとは二重のこのラインとかはディケイドの胸パーツ的な感じ、これがグローブにも表現されてますよね。それとは別に豪華絢爛な装飾パーツが向かって右側と下半身の向かって左側にひっついてると。ガチャード VS 仮面ライダーレジェンドで、だいぶエレガントな感じでレジェンドっていうボイスが入るんだけど、やっぱロゴがディケイドなんだよな。でこれが鳳凰かぐやクォーツで、明らかセレブで豪邸に住んでて、宝石と一緒にお風呂入ってる。貴様にはゴージャスが足りないで、ポータルをね監禁してるのよ。平行世界に来ちゃったようです。なのでトレカがケミーじゃなくてレジェンドライダーになってると。でたくさんのライダーたちが大暴れ、ディケイドもいるし、でレジェンドライダーカードも勢揃いしてて、これが全部クォーツが持ってんのか。そしてフルヤロビンさん、ストリウスがまさかの敵役で出てくるんだけど、カッシーンを引き連れてる。カッシーンはねジオのキャラクターだから別にストリウスとは関係ないのかな。ホタロの親友のカジキがレジェンドの執事として存在する世界ってわけね。そして完全新規のスーツすごいね、レジェンド。そしてガッチャードのエクシードマイティも公開で、レジェンドの変身スーツあるんだ。ガッチャードのデザインをベースにしながらも、そこからフォームチェンジって変わっていくんだけど、なのでレジェンド同様に左肩と右足部分に装飾が入る感じだ。右足はクーガのクワ型、左肩はファイズフォンね。で頭部もファイズの触覚プラスクーガの赤目とクーガの角で、全体が豪華絢爛。ここがファイズの枠部分か複眼の。なるほどね。とりあえずドライバー出してほしいっすね。レジェンド系認識とか楽しそう。そしてもう一つがギーツエクストラ仮面ライダーゲイザー、ニラムが主人公ですって。ニラムが初めてプロデューサーになった時の話が描かれるそうで、またあの超かっこいい変身ポーズが見られるってことですよね。しかもこれがね D2 ファイナルで情報解禁されたそうで、僕も Day1 の現地行きましたが、これは盛り上がっただろうな。仮面ライダー1号みたいな見た目のこのキャラはなんだ。で予告あるからちょっと予告見よう。あーなんかゲイザーゼロっていう名前だって。ゲイザーゼロとニラムのゲイザーは全然別キャラクターみたいだし、声がどう聞いてもエターナルの松岡さんなんだけど、所詮フィクションだろう。でリアルを追い求めるニラムとは多分対立構造にあるキャラクターっぽい。だけどリガードのねジリオンドライバー使ってんのよ、このゲイザーゼロがね。まだ機械っぽい感情のツムリが出たりとか、アルキメデルが昔の人みたいな格好してるんだが、仮面ライダーギーツの世界観の根幹をなすデザイアグランプリ、その運営に従事する未来人たちの視点で描かれる本作。これ言い始めたらマジ何でも描きますよね。めっちゃいいね。イベント内で上映された予告映像にはニラムのほか、ジーン、あそうジーン出てた、サマスも出てたね。でツムリなどおなじみのメンバーに加え、カゴを背負い角傘をかぶった見慣れた姿とは違ったアルキメデルが、そして新たな仮面ライダー、仮面ライダーゲイザーゼロの姿も。で監督脚本が坂本監督と高橋優さん、最高です。今回もアクションたっぷりの重厚なストーリーでお届けで、ゲイザーゼロで初期もののゲイザーだから仮面ライダー1号みたいな
見た目してるの。赤いマフラーに黒いアーマーとグリーンの差し色とかマジかっこいいんだが、でも1号っていうよりはどっちかっていうと強化版1号のイメージに近いかな、色目的に。これもね全体的に色が濃いんですよね。この強化1号からのこうみたいなね。てか僕このベルト超好きなんで、いつか CSM 化してくんないかなと思ってるんですが、こうからのこうね。へえ、でもレーザー系、まあ要はグレア系のスーツ、ほんと色味によってどんどん雰囲気変わるよな。でこれは TTFC オリジナルですって。ただゲイザーもゲイザーで出るようなので、やっぱりゲイザー VS ゲイザーゼロか。これはアーツとかで出たら映えそうだな。ただこれは2024年配信で来年なんだけど、来年って言えばまだアウトサイダーズの新シーズンがありますからね。やっぱり善意側の善意が暴走して 1000% さんが恐れてたことが起こったで終わりましたが、で来年から新シーズンが始まるんで、2024年は仮面ライダー系のサイドストーリーまだ楽しめるな。ファイズもあるしね。でファイズに関してはスピンオフの仮面ライダーファイズ殺人事件っていう、草川雅人が探偵になって事件を解決していくっていうね、謎のサイドストーリーがあるんだけど、これがパラダイスリゲインドに絡んでくるのか。ケイタロウがいるかと思いきやこれ別人か。パラダイスリゲインドの前の1月28日に配信だそうです。 TTFC 限定で。ある殺人事件を契機に物語が展開する今作、ファイズのパラダイスリエンドにおいて新たな仮面ライダーやオルフェノクとして登場するキャラクターたちにも怪しい疑惑が。実は全員が殺人事件の犯人である可能性が。あーでもやっぱ本筋とは関係ない、ちょっとポップなものになるのかな。ポスターはそんな感じには見ないけど、あでもよく見るとネクストのファイズとカイザーいるね、というこういうものも解禁されております。いろんな作品を追いかける必要があって、それはそれで最高だな。仮面ライダー50周年からぐらいライダー系盛り上がるね。というかレジェンドライバーなのかな。ちょっと細かくもう一回見たいけどさ、ディケイドライバーがベースでありながら、ここがねギガラメの金になってんすよ。なので信号機みたいな丸がなくなってて、正面バックルは完全新規造形と、金のクリアパーツっぽい格子があって、濃いクリアパーツと薄いクリアパーツかな。予告でわかるけど吹き替えと声がめちゃくちゃいい。なので意外と、いやつかせてないんかいみたいながっかり感が全然なかったのがいいね。で開いた状態も、まあ、カードは1枚装填されると。だけどここにフォルダーが2つあるから各レジェンドカードが収納。バルバラドローバックルと同じ造形のものがこういう形で使えるとはね。ってことはこれ2つ買ってちょっとおもちゃで遊びたいな。セレブな宝石デザインがアーマーにも反映されてると。なのでこの辺は全然ディケード要素ではなく、鳳凰のキャラクターの装飾がベルトにも生かされてるわけね。なるほどね。ライオンっぽいこの縦髪要素も変身者によるものなのかなって感じで、ガッチャード関連、ギーツ関連、ファイズ関連といろいろと情報解禁がありましたので各リンク貼っときます。以上レオンチャンネルでした。はい、コンビニマルチコピー機で今 e プリントサービスレオンチャンネルが発売しておりまして、ファミマとかローソンとかセブンイレブンに行ってプリントあるじゃん、あそこに e プリントサービスっていうのがあるから、そこ押して番号を入れると、なんと僕の直筆メッセージとか直筆サインが入ってるイラストのね、このブロマイドが買うことができますので、ぜひ買ってみてね。めっちゃあの高精細で綺麗なんで、買い方はコメント欄にリンク貼っておきます。